はい、皆さんこんにちは。今日紹介するトミカはこちら、トイザラスオリジナルトヨタ86レーシングシリーズトランスポーターを紹介します。はい、しっかり見ていきます。このモデルはトイザラスオリジナルのトヨタ86レーシングシリーズトランスポーターです。発売されたのが2018年の1月1日だね。で、購入したのにこれもまた開封してなかったです。で、今度2019年の1月1日に発売されるモデルがおそらくこれのトランスポーターかな。なのでこちらのモデルをチェックしていきます。で、車種の方はヒノプロフィアになってます。で、フロントの部分見ていくとこんな感じだね。中央の部分にヒノのエンブレムがプリントされてます。で、ヘッドライトとかウインカーの部分は塗装がされてるね。で、グリルの部分もしっかり塗り分けがされてます。で、トレーラー部分のボディカラーはブラックだね。そこにアクセントのレッドがプリントされてます。で、後ろの荷台の部分は86レーシングのカラーリングだね。トヨタのエンブレムがプリントされてたり、この部分に86レーシングシリーズのプリントがしっかりされてます。すごくカラーリングも綺麗だね。で、後ろの部分はこんな感じだね。後ろは扉がついていて、ここはテールランプがレッドで塗装がされてます。で、運転席側の側面はこんな感じだね。反対側の助手席側と同じデザインになってます。で、ホワイトのこのボディカラーの部分は薄くドットのエンボス柄がプリントされてるんだね。で、トランスポーターシリーズなので特にサスペンションはついてないです。で、アクションは本体の切り離しだね。と、あと後ろのドアのパネルの開閉がついてます。トランスポーターの中の部分は特に何もないね。で、後ろの方はヒノプロフィア2004年の写真になってます。こんな感じで近くで見てみても塗装とかプリントがしっかりされてるね。すごくかっこいいデザインになってると思います。箱の方は正面のパッケージにトランスポーターの写真だね。で、この部分にトイザラスオリジナルのロゴがプリントされてます。で、側面の方はこんな感じだね。で、裏の方はこんな感じになってます。はい、今日はトイザラスオリジナルトヨタ86レーシングシリーズトランスポーター2018年1月発売されたモデルを紹介しました。サイズ的に残念ながら86はトランスポーターの中に入ることはできないね。でも、こんな感じで2台並べてみると86レーシングシリーズのレースの雰囲気が感じられるね。で、2019年1月お正月発売のモデルはおそらくこの2台セットっていうことかな。で、以前もこんな感じでレクサスのモデルで2台セットで発売された時はパッケージがちゃんと2台セットバージョンになってたね。はい、今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。またチャンネル登録の方もお願いします。今日もおしまいです。バイバーイ。